ユデックスプランツスタイル、ユデックスでございます。皆さん植物ライフは楽しんでいるでしょうか。さあ今回は多肉初心者の方、そしてこれから多肉植物を育ててみたい方必見です。テーマは今すぐ始められる多肉ライフということで、今回は100円ショップでおなじみダイソーで私サボテンを購入してきました。最近では100円ショップでも多肉植物が買えちゃうんです。100円ショップで多肉ライフが始められるのもお得ですよね。今回皆さんにお伝えするポイントは2つ。1つ目は100円ショップで置かれているサボテンがどんな品種があるのか、そして2つ目は多肉ライフを始めるのに初心者の方でも分かりやすい育て方をレクチャーしたいと思います。それではね、皆さんも多肉ライフを今すぐ始められるようにお伝えをしていきたいと思います。それでは VTR スタート。今すぐ始められる多肉ライフということで、今回は多肉初心者の方、そしてこれから多肉植物を育ててみたい方、おすすめの内容となっております。植物を育てるのは難しいって思っている方、植物を枯らすのが心配だなって思う方、まずは100均ダイソーの多肉植物から多肉ライフをスタートしてみましょう。まずはじめに今回紹介する多肉植物はサボテンです。その理由は植物を育てるのに欠かせない水やり、この水やりがですね、サボテンは他の植物に比べると回数頻度が少ないんです。サボテンは株の中に水を貯蓄する機能を持っているので、多肉植物ライフを始める方にはおすすめの多肉植物です。それでは早速サボテンの紹介をしていきたいと思います。本日紹介するのはこちら。まず一つ目のサボテンの紹介をしていきたいと思います。こちら金シャチというサボテンです。サボテンといえば大定番の金シャチと言っていいほどのサボテンでは有名な品種になります。とても育てやすいサボテンになります。とても巨大化する、もうお相撲さんぐらいの大きさになるぐらいのサボテンになる品種になります。続いては2つ目、こちら蘭方玉というサボテンです。特徴的なのはトゲがないことです。サボテンにはトゲがないサボテンもあります。こちらの蘭方玉は形状がとても変わっていて、マニア向けの方も多くてコレクションしやすい品種となっています。続いては3つ目です。こちら黄金司というサボテンです。縦に伸びるタイプのサボテンでとても可愛らしいですよね。株のね、全体にトゲがあります。トゲの色は茶色っぽい色をしています。とてもね、こちらも育てやすいサボテンとなっています。今回紹介したこちらの3つのサボテンは初心者の方でも簡単に育てられるサボテンです。そして続いてに多肉植物ライフを始めるのに欠かせないのが鉢です。なんとダイソーに鉢が置いてあるんです。そして鉢皿もあります。すべて植物も鉢も鉢皿もダイソーで買えちゃうんです。今回はせっかくなので鉢植えをしてみたいと思います。はい、それでは鉢植えをしていきたいと思います。こちらにね、初心者でも分かりやすい
のにね、ラベルがついています。金シャチとしっかり名前もついています。そして裏側にはですね、小さいんですが簡単な育て方も書いてあります。水やり、土の表面が完全に乾いたら根元に、置き場所、エアコンの風が直接当たらないところ、そして直射日光が当たらない半日陰と、初心者でもね分かりやすいラベルがこのようについています。はい、そしてサボテンの鉢植えで大事なポイントがもう一つ、じゃじゃん、こちら革手袋になります。サボテンはトゲがあるので素手で植え替えをするともう痛っってなるので、必ず革手袋をつけましょう。それではつけていきます。はい、このようにですね、しっかり革手袋をして植え替えをしてみたいと思います。たたたたた、大丈夫ですね。はい、このようにね、ポットから出すとこういった感じに取り出せます。そしてこれを鉢の中に入れます。はい、そして鉢の中にサボテンを入れましたら、このようなね、竹串か何かで少しね、土をほぐしてあげてください。そして鉢全体にね、土がいくように少しずつ土をほぐしてあげてください。多肉ライフを始めるとね、この植え替えをしている途中、無我夢中で無言になってしまうんですけど、今日はね、皆さん見ているのでね、ちょっとね、私もトークを交えながら鉢植えをしていきたいと思います。はい、と言ってトークをしている間にもう出来上がっちゃいました。はい、このような感じでね、もう簡単に、初心者の方でも簡単に鉢植えができちゃいます。これすべてダイソーの商品なんですよ。すごくないですか。はい、それではね、2つ目もねやっていきたいと思います。こちらの卵胞玉です。またラベルがついてますね。そしてポットから出して鉢の中に入れるだけ、すごく簡単ですよね。そして竹串なのでね、細い尖ったもので土を少しずつほぐしてあげます。すごい簡単、本当に初心者の方でも今すぐ始められます。すごいダイソー強いです。ダイソーしか勝たんってやつですね。すごい、はい、簡単です。はい、このように卵胞玉も出来上がりました。はい、それではね、3つ目の黄金司様を植え替えてみたいと思います。もちろんラベルもついております。そしてポットからサボテンを出します。そして鉢の中に入れるだけ。はい、そして土をねほぐしていきます。本当に簡単ですね。もう今すぐ始められる、多肉ライフを始めるならね、もう皆さんダイソーへ今すぐ GO です。もうこの動画をね、もう見ている途中でもいいので、もう見ながらねダイソーへ向かってください。皆さん今すぐ始められちゃいます。すごく簡単です。はい、このようにね、もう簡単にもののね3分ぐらいです、カップラーメンが出来上がるくらい、そのぐらいの感覚で今鉢植えができちゃいました。すごくないですか。すべてダイソーの商品なんです。すごいです。もう好きなねサボテンと鉢皿を買って、お家の中でたった3分で多肉ライフが始められちゃいます。ものすごいです。感動。それではね、ここからは初心者の方、そしてね、これから多肉ライフを始めようって思う方に簡単に育て方を説明していきたいと思います。ポイントは2つです。まず初心者の方、多肉植物を育てる、そしてサボテンを育てる方は、まずは室内で育ててみるといいと思います。サボテンのね種類の中では直射日光が苦手なサボテンもあるので、まずは初心者の方は窓辺のレースカーテン越し、日のね少し当たる半日陰の場所に置いてあげてください。これがまずポイント1。そしてポイントの2つ目は水やりです。春から夏にかけては2週間に1度のペースで鉢底からね水が流れ出るまでお水をあげてください。そして
冬場はサボテンは休眠期になります。こうやってもうゆっくり休眠状態に入るわけです。はい。ですが植物ですので水やりも少しあげないと生きていけないので、冬場は月に一度少量ですね、根元が少し湿るぐらいの水やりをしてあげましょう。もうこれだけです。今回はね、初心者の方に向けての説明の内容となっておりますので、まずはね、今の説明したこの2つのポイントを守っていただいて、多肉植物ライフをスタートしてみましょう。はい、スタジオに戻ってまいりました。今回はね、今すぐ始められる多肉ライフ始めようというテーマでダイソーのサボテンを紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか。たった3分です。たった3分で多肉ライフが始められちゃいます。皆さんぜひね、もう今すぐダイソーへ行ってみてください。私ユーレックスも今回初めてね、ダイソーで、多肉植物サボテンを購入して、鉢も購入して鉢植えをしてきましたが、ものすごく簡単です。もうこれ初心者の方、今すぐね多肉植物を始めたい方、もうおすすめです。もう始めてみてください。ダイソーへ GO です。はい、今回はですね、ダイソーのこちらの商品、ダイソーのサボテンを紹介していきました。これからもですね、皆さんね、初心者の方、またね多肉植物の大好きな方、多肉ライフ大好きな方にね向けてね、どん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 とユーデックス動画をアップしていきたいと思います。それではね、私も僕もちょっと多肉ライフ始めてみようかなと思った方、チャンネル登録、そして多肉植物サボテン可愛いなと思った方、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。